ショッツ田中です。今回はヒットのね実況やっていきたいと思います。いや皆さん、私はついにねギルドを作りましたよ。やっとねギルドを、作るのって今作ったところなんですよ。管理の方は申請がもはや来てるという感じでね、一人なんかもう見つけてるみたいですけど僕のギルド七角クランにねちょっと皆さんぜひね入っていただきたいわけですよね。ギルド戦だったりいろいろあるのでね、やっぱりこのねヒットっていうゲームはね、このみんなと仲間と一緒に共闘だったりいろいろして、そういう風なことで進めていくっていうのもねあるのでね、僕のキャラクターよりはるかに強いキャラクターのね方々たちをねちょっとぜひ募集しています。今回のギルドは50人までというわけでね、あと48人の方がね先着順で、募集させていただきますので、もしまだねギルド入ってない方がいたらねちょっと来てほしいってところなんですけれども、今日はそれだけじゃなくて僕のねこの装備ですよ。装備ねいろいろこうガチャ引いたりだとかいろいろして強化はしていってるんですけれども、このね見た目がねどう考えてもエロゲの主人公みたいな感じのね髪型になってるんですけど、僕のはねちょっとこっちじゃない装備だ、これね防具のガチャの10連と武器のガチャの10連やった結果こんな感じのね SSS って感じなんですけれども、どうしてもやっぱりまだ足りてないっていうことがねあるんです。やっぱここもね S にしたいですし、防具の方も欲しいし、何より SS の武器が欲しいなって思うわけですよ。どうしてもこのゲームね SSS っていうその武器の強さっていうのが圧倒的なものとなってるんですよ。なので今回ちょっとねこちらにある成長パック1を課金しまして、ちょっとね僕のキャラクター強くしていきたいと思います。さあ行きましょうかね。 OK 4000ゲットプラス、まだまだねもらえるんで、このね成長パック1はレベルごとにこういう風にねジェムがもらえるようになっていて、僕の場合はもっともらえるんじゃないかな。とりあえず今25レベルまでのものをもらって、合計ねレベルが50までいくとまたこうね40、35あたりから2000もらえるようになるんでね、かなりお買い得ではないかというね、合計1万5000ジェムもらえるんでね、こちらの方でジェムをいただきまして、そうだな、どっちの方振っていこうかな。7500あるんで、とりあえずガチャのいらっしゃいませ、防具の方をちょっと引いていきたいかなと思います。防具どうしようかな、 S1つ確定のこっちあるか、でもちょっとガチャで武器の方ちょっと見てみたいかな。どうしようかな、武器の方で今こうね僕の方で足りてないのは火力なんですよ。火力の方が1万しかないという形でねなってるので、ギルド見たら分かるんですけど、僕1万で防御力が1万7000あるんで、この人を見るとやっぱりバランス的には僕火力足りてないんで、ちょっとガチャをこっち武器10連やって SS が出たら防具に移るという感じで今回やっていきましょうか。さあどんな武器が出てくれるかな、ちょっとマジで今回はお願いしますよ。マジいい武器、おお、なるほど。低いレアリティから見ていきましょうか。ここら辺はねあれですけど、どれにしようかな。多分ね一番上のこのねてっぺんところが良さげだから右から開けていきましょう。はい、こちら、ある A か、はい、これも A、 マジってことはこれも A ということはこれは S、 いや S かー、そうかー、 SS 欲しかったんだけどなー、どうしようかな、もう一回、もう一回やるしかないよなこれ。さあいいの来てくれ、お願いだ。来ましたね、 A 以上がまず5枚来てるということですか。6枚ですね。じゃあちょっと低いのから開けていきましょうかね。ここら辺はもう僕の場合素材になるのかな、レベル上げるために使った方がいいのかな、そこら辺ちょっとね詳しい方いたらコメント欄の方にてね僕にちょっとご教授いただきたいんですけれども、さあ今度はじゃあ左下から上にかけて左からいきましょうか。はい、 A ですね、A ですね。じゃあ左上は、A だな、これは、A だな、真ん中 S からの A か、
S、 やっぱりこれ S か。あー、なるほど。どうしようかなこれそういうことか。じゃあ装備か。装備どうしようかな。今これでね、防具とかも揃えた方が、こういう風にね、今修羅の必須じゃない、違う、そう、修羅の装備で揃えてたんだけど、これまた変わったんだよね。うん、読みも変わっちゃったし、バラバラになっちゃったよ。ああ、なるほどね。ダメージ 9.3、 ダメージ 9.3 と基本、まあ、400、まあこれもね、攻撃力で見たらあれだったんだけど、すごい今ラインが来たねラインが来ましたね。まあまあ置いときましょう。スキルクリティカルダメージ 12.3%、 やばいレン、またラインが来たねまあ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 置いといて、 9% だから、これの実質攻撃力はまあだいたい5700ぐらいになるんでしょうかね。まあそこら辺でまあやっていきましょうか。今回はどこへ行くのかっていうと、ですよ、こちらのね、次元の共闘っていうね、誰かと一緒にクリアしましょうよっていう話ですよ。まあ私はね、まだここしかクリアできないんでね、結構イージーだから、まあ普通に誰とでもできるとは思うんですけど、どうかな。あ、でもあれですね、これ見たらわかるんだけど、2000ぐらい攻撃力上がってますね、さっきのつけただけで。あー、まあ引いた甲斐はあったけど、 SS とかが欲しかったなーっていうところがね、ありますね。まあとりあえずこの僕の七日さんっていうね、このね、おー、いいね、一人来たし、この人と一緒に行くか。よし、行くぜ。この七日さんにフレンド登録を送っていただくと、まだまだ空いてるので、ぜひぜひね、皆さん送ってきてくださいな。さあ行きましょう。それね、やっぱね、このアクションがいいよね。ちょっと解像度上げたん、解像度っていうかグラフィックの数値変えてあげたんですよ。やっぱりね、綺麗なゲームどこまでいけるのかっていう、僕の iPhone7 の端末で全て活かしきれるのかっていうところなんですけれども、まだまだなんかね、上の端末があるらしいですよ。このだから iPhone7 ではまだスペック的には最高のグラフィックに対応してないので、もっといい携帯端末があれば、それでもっと綺麗なね、このゲームができるらしいんでね、皆さんもね、その類の、まあ、どういう風な、僕はあんまりそういうガジェット系のなんかグラフィック性能ってあんまりね、調べたことないんでわかんないんですけど、これ以上に、まあ、いいものがね、あるらしいですね。なかなかだからね、やっぱこのゲームのグラフィックっていうのにあんまりね、関心というか、そういう風なんで、これ以上上っていうのってあんまりね、したことがないんで、まだこれでも持て余してるっていうのはすごい意外でしたね、やっててね。まあ、こんな感じで共闘っていうものがありまして、これでね、誰か知らない誰かと一緒に冒険をするというのもね、なかなか楽しいわけですよ。まあまあまあ、それで分かった自分の実力と、1万2000のね、あれですけれども、お、よしよし、何かもらいましたね。あ、ジェムもらった、やったー。これまた貯めてね、ガチャ引きましょうか。ガチャなー、これ単発で引いてもいいのかな。でも SS 一応確定なのが10連だから、ちょっとあれなんだけど、あ、装飾のやつやったらよかったかな。装飾が今なんかそんな強くないんだった。ちょっと見てみよう。装飾がこれだから、これですよね、 B だから、ちょっと装飾のガチャ1回ちょっと引いてみ、10連はさすがにちょっとあれだから、ちょっと1回ずつ引いてみよう。さあどうだ。とお、これいいんじゃないの。ほい、お、 A が出た。あ、いいじゃないですか、これ装備しましょう。いいですね。もう1個やってみよう。指輪出てきてくれ、指輪関係が欲しい。お願いします。お、これもまた A クラス来た。あ、ベルト、あれ、ベルトとポーチは同一なんだ。なるほどね。これか、このベルト、攻撃速度と体力が増加って書いてますね。まあ、体力が主なあれですからね。あー、防御力、そうだな、速度 0.8 の方がいいね、これはね。こっちにしときましょう。なるほど、なるほど。いやー、自分が強くなってくっていうのはなかなかいいですね。さあさあさあ、ミッション受け取っとこう。あ、フレンドもね、あれですよ、全然僕まだ空いてるのでね、ぜひぜひ、今17人いたので、あと33人ほどね、いけるのでね、ぜひぜひ僕の方にお送りくださいませというわけなんですけれども、まあまあ、あ、これができるじゃん。ちょっと待って、無料召喚下の方でちょっとやろうかな。これ1日5回できるんですよ。序盤の方これを引くとね、
すごくやりやすいのでね、おすすめするんですけど、まあまあこれは素材機ですね。さあちょっとこっち行こうか。3日に1回しか弾けない。これはどう出てくるか。さて、あ、これ B だな。あ、 B ですね。うん、 B でしたね。どうしよう、これってやっぱりこう B の装備を生贄に捧げてやっぱりこう強化していく方がいいんですかね。まあ D はさすがにね、上がるパーセンテージ低すぎるんであれなんですけど、 C になるとやっと 10% なんですけど、 C10 本で1レベっていうのがなかなかね、お金がかかって仕方がないと、そういうわけなんですよ。で、有り余る B をじゃあここで捧げたら 33%、 4本で1レベ上がるという。そうだな、これをじゃあ10本ぐらい捧げてみようかな。結構かかるねこれ。あ、そうだ、違う違う、あのそう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 、あれだ、あの今更言ってもしょうがないか。まあ、6万捧げて、あーでもこれなかなか上がりますね。クリティカル率も上がりますし、そうだな、ちょっと上げてみようか。さあバシバシバシとこのねレベルを上げたらまたあれなんですよ。こういうスキルなんか持ってるな、これこういうスキル持ってる。これオプション変更、これはなんだ、敵を倒すたびに 10% の確率で1。あー、これ回復持ってんだ、いいじゃんこれ、回復もできるんだ、優秀優秀。虐殺って言いながらなかなか優秀なねえあれ持ってますね。さあどうしようかね、とりあえず冒険に行って行きましょうか。どんなもんか。お、ジェム200やったぜ。まあまあここら辺イージー、だいぶイージーになったね、推奨戦略とかも。ちょっとじゃあ共闘の強いやつないからな、どうしようかな。最後の締め的なものが思いつかないんだけど、まあまあまあとりあえずこんな感じで。お、またジェムゲット。どんなもんかな。あ、これだいぶ楽になったと思うんだけどね、このゲームね。だから自分の攻撃ってか自分のそのね防御力とか攻撃力っていうのがかなり重要になってて、あ、でもこれいいね、10回切れば大体回復になるっていうのはすごい便利かも。うん、これはいいかもしんない。 10% 回復ってか 10% じゃねえか、10回切れば1回回復っていうのはね、 10% の確率って結構いいねこれ。お、いけるいける、もうフロートでねできるんで、これあれですよ皆さん、スマートフォンのゲームですからね、一応言っときますけど、なかなかでしょ、なかなかでしょ、なかなか皆さんねハマってる方多いと思うんですけど、これはね面白いですよ全然ね。スマートフォンでできる内容としてはねもう素晴らしいところだと思うんですけど、まあとりあえずね今回はこんな感じでギルドメンバー募集しますのと、プラス僕のね装備をちょっと強くしてましたよというわけでね、僕もちょっとねどん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 これでレベルを上げてって、まあジェムをこうもらってもらいつつ、またね武器いいの出るまでちょっと頑張って引きたいと思いますよ。まあ成長パックね、こうやってね自分のこのレベルによってまたジェムがね与えられてくれるので、まあそこら辺はねやっぱレベル上げていくってことが重要になってくるのでね、ちょっとガシガシ上げていきます。皆さんもぜひぜひ全然ね僕まあやり始めなんですけどとか弱いんですけどとか全然ね構いません。僕のクランに欲しいのはとりあえず僕のリスナーさん、リスナーさんじゃなくてもいいけど、うん、ぜひ僕のギルドに、皆さんお越しくださいませ。アプリのダウンロードリンクの方は下にありますので、ぜひぜひダウンロードよろしくお願いします。というわけで今回はこんな感じで、終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。